この問題は直流ブリッジに関する問題です。それでは、問題の説明をいたしましょう。このような回路において、16オームと4オームにをこのように つなぎます。そして、抵抗 R をつないだとき、ここ電源から流れ出る電流 I の1は 4.5 アンペアであった。そしてここの抵抗に流れる電流は 0.5 アンペアだった。はい、R の値はいくらでしょうかっていうのが最初の問題です。次にここの抵抗をですね、このようにつないだとき、この電源から流れで出る電流 I3 はいくらになりますかっていう問題です。はい、それでは早速解いてみましょう。まず R1 から求めてみたいと思います。はい、これをカッコ A としておきましょうね。はい、そうしますとここのところに流れる電流、はい、16と4オーム、こちらは4オームと16オーム、はい、これは合成抵抗が20オームです。いいですね。はい、こちらも20オームです。したがってここに流れる電流とここに流れる電流はこれ同じ値になります。この電流を、はい、I のダッシュとしておきましょう。いいですね。I ダッシュとしておきましょう。同じ大きさになります。そうすると、はい、4.5 アンペアはイコール、はい、上向きに流れている電流 I ダッシュプラス 0.5 アンペアプラス I ダッシュとなります。これはこれをこちらに移行すると、はい、4.5 マイナス 0.5 イコール I ダッシュが2個あるから 2I ダッシュとなります。いいですね。したがって I ダッシュは2分の 4.5 マイナス 0.5 イコール、はい、2アンペアとなります。いいですね。はい、このようになるとここの電流は2アンペアです。したがってここの電圧はいくらかと言いますと、これは E になりますけども、AB 間の電圧、はい、これ E は、はい、そうすると、20×RI ですから、20×2 アンペア。40ボルトとなります。いいですね。40ボルトとなります。はい。したがって抵抗 R、はい、AB 間の電圧はこれは40ボルトですから、R は40割ることの 0.5 イコール80オームとなって出てきます。いいですね。はい、これが答えになります。いいですか。はい、じゃあ
次行ってみましょう。はい、ここは R が80オーム。そしてここは、はい、40ボルトになります。したがって I さんはいくらになる、なりますかっていう問題ですね。はい、これをカッコ B の問題にします。はい、ここで一つこういうことを考えてみましょう。抵抗をこういうスターデルタで考えてみます。そしてはい、ここを A、B、C、R、A、B。R、B、C。R、C、A。とすると、はい、ここの抵抗。はい、R、A。はい。RB としましょうかね。はい、これを RC としましょう。こういうふうにすると、はい、RA は、イコール、はい、RAB プラス、RBC、RCA。 はい、ここで RA を求めるんですからね。はい、その場合はどうなるかというと、はい、RA を挟んでるこれとこれ、 RCA、 RAB、 こういうふうに書くことができます。いいですね。はい、同様にRB はイコール、はい、分母は同じ。いいですね。ここは同じですよ。そして RB だから RAB、BC、 これを囲ってるのはこれとこれ2つです。 R の AB、 R の BC となります。はい、じゃあ RC はいいですね。はい、分母は同じ。いいですね。ここのこれと同じ。そして、分子は RC を、スモール RC を求めるんですから、これとこれ、 RBCRCA となります。いいですね。はい、これは公式として覚えておきましょう。いいですね。はい、そうするとここのところに持ってきます。そしてこれを RA、 はい、これを RB、
はい、これを RC とします。いいですね。そうすると、はい、RA はイコール16たす80たす4、はい、かけるのはこれとこれをかけてください。いいですね。 RA がこれですから、4かける16、はい、そうするとこれは、4×16 は、はい、100分の、はい、これは64。0.64 オームとなります。いいですね。はい、したがって RB は、はい、ここは分母は同じ100、はい、分子は RB ですから16と80ですね。はい、そうすると12.8 オーム、RC は はい、これはどうなるかというと、はい、分母は同じ100です。はい、そして 80×4、 いいですね。 RC を囲むものですから、80×4 イコール、3.24となります。いいですか？はい。それではですね、ここにこれをちょっと書き換えてみましょう。ここにちょっと書いてみます。はい、 A、 そして はい、ここは 40V、 いいですね。はい、ここはこれが I3 になります。そしてここは、はい、RA ですから、 0.64 オーム、はい、ここは 12.8、
はい、ここは 3.2 オーム。はい、そしてここは4オーム。はい、ここは16オームになります。いいですね。こういうふうに置くことができます。そうするとここの抵抗は、はい、16.8 オーム。はい、下は、はい、19.2 オームになります。したがってここの回路はもう黒で書きますね。はい、ここのところこういうふうに、はい、ここは 0.64。 はい、ここの抵抗ですけど、これは、はい、16.8 プラス 19.2 16.8 かける19.2イコール、はい、そうすると、16.8 かける19.2割ることの、16.8 プラス19.2、8.96オームとなります。すなわちここは 8.96 オーム。したがって全体の抵抗は、9.6。 はい、電圧はここは 40V ですから、はい、ここに流れる電流 I3 は、いいですね。はい、I3 は I3 イコール9.2分の40。4.17、4.1667 アンペアとなります。すなわち4.2 アンペア。四捨五入してですね、4.2 アンペアとなります。これは2ありになります。いいですね。ここもまあ2ありですけど、ここはちょっとこう表してますから、これを2桁で表すと 4.2 アンペア。これがこの問題の答えになります。はい、ここで大切なところは、まずこの括弧 A の時には、ここに流れてる電流とここのに流れてる電流が等しいっていうことに気づくことですね。それから、これが分かればこの AB 間の電圧が分かります。それでこういうふうなことから、
ここの抵抗 R1 が80であるということが分かります。はい、じゃあ、次に、ここにこう行きます。そうするとこれは、はい、ここのところを、デルタをスター回路に変換します。そのための公式をここに書いてます。この公式は必ず覚えておいてください。非常に、応用範囲の広い、公式です。いいですね。はい、そしてここのところ、はい、RA、RB、RC が求まるとこのようになり、これを回路に書き換えるとこのようになって、ここのところの並列合成抵抗を求めると 8.96 ohm、 それで、求めれば40÷9.2 で 4.166、 ずっと6が続くような式になります。したがってこれを2桁で表せば 4.2A が答えになります。以上がこの問題の解き方になります。